パンアメリカン航空806便墜落事故は1974年1月30日にアメリカ領サモア沖の洋上で発生した航空事故である。パンアメリカン航空806便はニュージーランドのオークランドを出発してアメリカ領サモアのパゴパゴ及びハワイ州ホノルルを経由しカリフォルニア州ロサンゼルスへ向かう定期国際便であった。 1974年1月30日、806便はパゴパゴ国際空港へ最終進入中に墜落した。事故当日の同便の運航乗務員は、リロイ・エ・ピーターソン機長と、リチャード・ブ・ィ・ゲインズ副操縦士、ジェームズ・エス・フィリップスサード・オフィサー、ジェリー・ダ・ブ・ュー・グリーン航空機関士で構成されていた。墜落後、乗客9人と、 乗員一人が最初の衝突と事故後の火災を生き抜いていた。しかし事故の翌日に乗客一人が死亡した。事故の3日後、生存していた乗員一人と乗客三人が死亡した。事故の9日後、NTSB が生存者として数えていた乗客一人が死亡している。この事故で最終的に乗員10人全員と乗客87人が死亡した。 NTSB は考えられる事故原因は不安定な風向きの変化による航空機のペネトレーションの結果として発生した過大な降下率への乗務員の認識の遅れと速やかにそれを修正しなかったことであると決定した。風は激しい暴風雨によって生じ、事故機の侵入経路に近い平坦でない地形に影響された水平方向と垂直方向の成分で構成された。 機長の認識は限られた視界や、ブラックホールアプローチなどの錯覚、景気の不適切なモニタリング、最後の15秒間に乗務員が、高価率の読み上げを怠ったことにより妨害された。ありがとうございます。